スクラッチボードスクラッチボードは、当版の上に塗られた墨の塗膜を削ってできる線や、点で表現する画法の一つ。またはその画材。当版の表面で乾かされた墨の塗膜を、ナイフや針状のもので削るため、削られた部分が白、残った部分が黒となり、結果的に線や点で構成された二色画が出来上がる。削る面積を変えれば、洋画にも因画にもなる。また、線の太さや、 点の大きさを徐々に変えていくことでグラデーションメーター、表現もできる。スクラッチボードの断面。鋭利な道具で黒いインクを取り除くことで白い粘土を露出させる。ドットの大小で構成される写真製版に対し白黒2色のいわばデジタリックな表現でカッチリした印象を与えるため、紙質が悪く製版、印刷機材の性能が低かった時代において精密さや、 重厚さの表現が要求されるカメラや自動車、家電製品の写真の代わりとして、新聞や雑誌などの広告に用いられることが多かった。紙質の向上、製版、印刷機材の改良によって、写真の再現性が高くなるとと,ともに、しばしば新聞や雑誌でもカラー印刷の割合が増えた。ことから、現在では、スクラッチボードによる描画を使った広告はほとんど、 見かけることはなくなった。イラストレーターのルース・サンダーソンが2019年のボストン美術館にてスクラッチアートのデモンストレーションをする様子。ダイアナリーのひまわりと銀ただ広告媒体での活躍の場は降りたものの、その独特な技法や表現力を楽しむ単体のアートとして親しまれているほか、美術のカリキュラムとして採用している学校もある。スクラッチアートの一例また、 何色かのクレヨンで塗りつぶした画用紙をさらに黒のクレヨンで塗りつぶし、鉛筆などで黒い層を削り取ってカラフルな因果を描く図画工作が昔から低年齢層の教育現場に取り入れられている。大人の間でもリラクゼーションやヒーリングの効果を期待してアートセラピーや作業療法に取り入れられている。ありがとうございます。